どうも高田康夫です。相変わらず家でずっと手を洗っている高田康夫です。皆さん、どのようにお家でお過ごしですか？いろんなもの食べたいなと思うんですけど、なかなか我慢の日々が続いております。安尾は今日久々にスーパーマーケットに行ったので牛肉を買いました。じっくり煮込むビーフシチュー作ってみたいと思います。ご家庭のお鍋でもできますけど、高田康夫大好きな大同電鍋で作りたいと思います。材料は牛肉、これはですねバラの塊 500g ぐらいあります。それから玉ねぎ1個、じゃがいも1個、人参1個で、こちら今日はですねきのこたっぷり入れようと思います。しめじとマッシュルームと、こちらの舞茸ですか。はい、それからセロリもちょっとみじん切りにしておきました。で、冒頭から飲んでましたこちらの赤ワイン、びっくりしました。セブンイレブンにセブンイレブンブランドの赤ワインがあるんですね。お手頃価格でしたけれども、これで十分です。こちらとこのデミグラスソースの缶、これを使って作りたいと思います。まずはちょっとお肉炒めていきましょう。はい、フライパンを熱してですね、軽く油引きます。で、そこにあのチューブでいいのでニンニクをちょっとたっぷりめに入れときましょう。どこにも出かけないんで誰にも会わないですからね。はい、で、ちょっと香りが出るまで軽く炒めます。あー、いい香り。はい、香りが立ってきたらまずはセロリを炒めます。これもですね、香りの重要なポイントになると思います。で、お肉入れます。本当に軽くでいいんですね。で、ここで塩コショウしておきましょう。小さじ1ぐらいと、コショウも割とたっぷりめです。牛肉に軽く色がつくまで炒めます。はい、ちょっと色づいてきました。そしたらここにバターを、15g ぐらい、大さじ1ぐらいですかね、入れときます。こんぐらいでしょうか。はい、バターがねたっぷり入ると美味しいんで、バターは有塩無塩どちらでもいいと思います。あとここにですね小麦粉大さじ1ちょっと振りかけて、で、炒めておきます。はい、こんな感じで炒まってきました。じゃあここにきのこ入れて一緒に炒めます。牛肉とバターのいい香りです。はい、こんな感じです。ちょっとキノコも しんなりしてきました。あとは、もう全部鍋にぶち込みます。はい、こちら台湾の大同電鍋、得意のですね何でもできちゃう鍋なんですけど、もちろんご自宅の鍋で弱火でゆっくりコトコト煮込むのでも OK です。じゃあ全部入れていきます。はい、お野菜は、炒めなかったのはですね、ちょっとあの煮込んだ時にシャキシャキ感も残したかったので、野菜、あの玉ねぎ、人参、じゃがいもはそのまま一緒にあの炒めずに鍋に入れちゃいました。じゃあここにですね、まずはよくあのレシピだとあのお水と赤ワインってあるんですけど、やっとなんとですね 500ml ぐらい全部赤ワイン入れちゃいます。はい、ちょうどいい感じで残りましたので飲みながらです。もうちょっとお塩足しときましょう。ケチャップ大さじ1、何でもいいんですけど、ソース、今日はなんか冷蔵庫の中にステーキソースっていうのがあったのでこれかけときます。大さじ1ぐらいです。こちらのデミグラスソース缶、これ入れときます。
ました。あとはこれを軽く混ぜてですね、今はもうこれだけで良いそうな感じです。でもコトコト煮込めば、アルコール分は飛んでですね、旨味だけが残るビーフシチューになりますよ。はい、こんな感じです。外鍋と内鍋の間にお水を入れて蓋をしてスイッチポン。あとは出来上がり待ちます。はい、今40分ぐらい煮込みました。まだいろんなお野菜とかしっかり形はある感じですけど、美味しそうです。ちょっと食べてみますね。うん、まだワインの味もしっかり残ってる感じですね。今日お腹空いたのでこれでいただきたいと思います。ちょっと追いバターと追い塩をしてもいいかもしれませんね。一日煮込んだらまたちょっと違う感じになるので、明日もお楽しみにって感じです。皆さん美味しく家にいましょうね。